出会うことのない彼らが相まみえる可能性という異次元、命の選択というにはあまりにも恐怖、あるいは恐怖で、どういう意味だにゃ。さあ知らないにゃ。マスター始まるよ。次はこのコーナー、私出てくわ。あにゃ、私アネエルベから出てくわ。突然意味がわからないにゃ。どうしたんだにゃ。ここでやっていく自信がなくなったのよ。あにゃ、だってみんな同じ顔ばっかりじゃにゃい。指さすんじゃないのよ。出てってやる、出てってやるから。出てくわ。で、これどう処理すればいいんだにゃ。始まるよ。いやー、やっぱり学園コメディっていいにゃ。憧れてた男子を思い出すわ。ひとしにアキラに、スグルに、誠に、青春だな。次はシロがモテモテに。次はこのコーナー。私もテレビ大好き。あ、7時からの K1 録画し忘れちゃった。そもそもレコーダー持ってないだろ。始まりよ。買って。断る。またバッドエンドだにゃ。選択肢が難しすぎるんだにゃ。そう簡単にハッピーエンドにはしてもらえんようだな。人生と同じだ。幸せは遠いのかにゃ。遠いとも、生まれてきた不幸の中でもがき続けるがいい。愛ってなんだろうにゃ。今日は愛についての物語。あ、選択ミスか。私の人生と同じね。次はこのコーナーさて、そろそろ頭が混乱してきたんじゃないかにゃ。頭が沸騰しそうだわ。しっかりにゃー、ついてくるんだにゃ。にゃ、すいません、まだ相手が。にゃ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 、何だったんだにゃ。怖かったにゃ。ふっ、男だな。始まるよ。どういう目にあったにゃ。あの大きいの、どこに行くつもりだったのかしら。男だったな。値上げだな。コーヒー1万円でどうにゃ。おお、眠らない街、新宿歌舞伎町価格だにゃ。おお、やっぱズムーンさんとか最高じゃね。ズムーンさん、マジズムーン。さあみんなで力を合わせるんだ。ズムーン。ズムーン。で、お前誰だにゃ。始まるよ。これが兄弟愛か。いいものだにゃ。あっちたちも顔が一緒ってことは兄弟なのかにゃ。次はこのコーナー。お腹すいたにゃ。あれ、くんくん、いい匂い。おお、まかない。気が利くな。うわ。ほんのりと鼻孔の奥をくすぐるこのふくいくたる香りと、口の中に広がる味は、お互いを引き立て合いながらもしっかりと自己主張している。まさにラーメンのシャトーブリアン、いや、ロマネコンティ。始まるよ。手料理か。愛情に勝る隠し味はないものよ。プライスレスだにゃん。ただより高いものはないというがな。次は大人の愛の物語。おっと、じゃあマネを通してくれないか。俺の出演料は高いぜ、なんてな。こうやって通り過ぎていく今を切り取るのね。じゃあいつものやつ行くぞ。おっと、せーの、始まるよ。うまい、うまい。やっぱ外で食べるとおいしいにゃ。次焼けたわ。すみません、冷麺ください。次は岸王の意外な一日。今日風邪で休みのバイトちゃんの代わりに臨時ウェイトレスとして入ってもらう。岸王、なんで今日はこんなに忙しいのにゃ。アネエルで始まって以来の売り上げだわ。ぜひこのままアルバイトとして毎日うちに来て。
勤務時間外なのエクスカリバーで真っ二つなのですが、あるいは歌方の夢、たとえ悪夢だとしても身を委ね楽しめばいい。それだけよ。楽しい悪夢に、地獄に乾杯。始まるよ。昨日伝えた通り団体様が来るから心してお仕事するように。いらっしゃい。用事始まるよ。やだ、誰にしようかしら。あなた可愛いわ、可愛いわ。あの子と暮らしていたらちょうどあなたたちくらいよ。この後はこのコーナー。これもお願いにゃ。死は常に隣り合わせ。死神に見られたら最後だ。始まるよ。最後の夜だにゃ。私は寂しくなんかないわ。だって新しい恋を探すから。強がりだな。女は強いものよ。乾杯。まあ、うわっ、始まるよ。うまっ。元気でね、風邪ひかないでね。それじゃあ、はい、おめでとう、ロジュール同盟。さあ、この後は、なんと蔵出し。いいな。メインヒロインとデート編。決して一人では見ないでください。青春だな。青春ね。本当かにゃん。